パスカードなくていいのかな。うん、ライブやったらいいんじゃない。変な英語歌ったらバレバレ。もっとなるほどな、バレてんの。そすごいカメラ持ってきましたね。小さい声で。はい、あの何かお話一言挨拶を。挨拶。あ、しんちゃん。ごめんなさい。ガッポンガッパ。私の、はい、あの名前はタンです。タンさん。タンさん。はい。あ、タンさんですね。今は歌は日本語。美しい歌詞。美しい昔。美しい。美しい。難しい。難しい。はい。じゃあ。行っちゃいますか。はい、では、ベトナムでは国民的歌謡になっている「美しい昔」という曲をやりたいと思います。はい。
ソニーとかもするかな。夏はすしか見てないよ。新庄ダメだ。新庄はい、それではですね、使いますよ。使います。いや、ませんね。すごいね。はい、美しい昔ですね。これどういう歌詞の内容なんですか。これは日本語ではあります。本語ではちょっとわからないですか。いや、あのね、あのこれ反戦歌なんですよ。え、反戦歌。ああなるほどね。ちょっと悲しい感じの、ベトナム戦争の最中。なるほどね。1967年に作られた曲。あ、なるほどね。そうですか。それではですね、次に、バンドでですね、演奏してみたいと思います。さっきほど初めて合わせまして、お元気ですか。まだ最後までできるかどうかの自信があんまりないんですけれども、なかなかサウンドがビシッと揃った時はですね、結構かっこいいですね。今おいくつですか。How old are you? 62 old. How old are you? 62 old. どうですか、ベトナムではこういうバンドの演奏とかは流行ってらっしゃるんですか。結構流行ってますか。どういう音楽が。まあ、ロック、まあ、いろんなやつ。なるほど。K-POP が結構人気あるっていう話をね。まあまあ。ですね。はい。ということですでね、K-POP が人気、ベトナムの方々のね、耳に、ちゃんと気に入っていただけるような演奏をしてみたいと思います。これでは、タンさん、次、歌いますよ。はい。次はですね、私の通った道という、コンドンザ MD。コンドンザ MD。ダメだ。発音難しいね。頑張ってください。はい。これをまず演奏してみたいと思います。いいですか。はい。コンドンザ MD。Let's go. Are you ready? Are you ready? Let's go. Go, go. Let's go. Hello, hello. Hello, hello. Thank you.
20センチ。ベトナムは5センチぐらい。5センチですか。はい、なるほどね。ハノイの市内は雪は降らないですか。降らない。じゃあ除雪機とか見たことないですよね。ないですよね。除雪機って言葉は知らないんです。そうですよね。除雪機っていう概念がないですもんね。はい。あれ、タイタイさんは札幌何年目ですか。7年。8年。長いですね。大丈夫大丈夫。はい、それではですね、次はナイティンマウドン。ナイティンマウドン。何言ってるか分かんないですね。冬の恋人ですね。はい、やってみたいと思います。皆さん知ってます？はい。あ、やっぱり有名なんですね。はい。Thank you.
ベトナム語でこうイエーイみたいなのってなきゃイエーイまあ同じ発音イエーイイエーイあーなるほどねああの何回やっても覚えられないんですよベトナム語の乾杯もうはいバーまで覚えれるんですよ乾杯覚えてください皆さんねはい、あの、今回、じゃ一応練習しましょうか。はい、いいですね。じゃあ、あの社長さん、プラクティス。じゃあ、見本を見せてください。じゃあまあ乾杯するときに、ベトナムの乾杯仕方なんだけど、乾杯タイム。これちょっと説明します。一二三っていうのはもうタイバーっていうことなんです。で、ゾーと。あと2回目は上で3回目飲みましょうっていう意味なんだけどウォンウォンウォンだけ見本を見せてください私たちは今ちょっと一回やりますんでよろしいでしょうかはいじゃあのベトナムの皆様もうお店の半分ですよ OK ゴールハイバーヨーボールハイバーゴーの皆さんいいですか？わかりました？もうハイバーよ、もうハイバーよ、ゾゾよ、ハイバーゾゾ、ハイバーワン、ロッキー、覚えられない。みんな悪い。ザホ。もうハイバーザ。何回もやると分かるそうです。はい。皆さんじゃあ一回間違ってもいいかな、ね、ちょっとやってみましょう、はい、せっかくですからお手元のグラスを持っていただいてはいよろしいですかじゃあ私あの最初もうタイバーって言いますんでみんなあのバーと聞いたらそうと言ってくださいよろしいでしょうかじゃあいきますボーハイバーヨーハイバーヨーハイバーワンハイバーゾーこれが乾杯ですよ、ね、これを何回もやるんですよ ね、 そうですね一つの飲み会でねもうその場で倒れるぐらいもうあの飲んでいかないとダメなんだそうですはい一つ勉強になりましたねあの変なベトナム語講座やってる場合じゃないですよねはい、こういうことを覚えていただいてですね3曲目に行きたいと思います次はですねちょっと自己理想なんですけどもこれカマウのおしゃれ甘いカマウ甘いカマウ甘いカマウあれねとても難しい曲ですかなりベトナムではこれ民謡じゃないけれどもちょっと有名な曲ですよね非常にですね日本にはあんまりない感じのこう曲調ですね、はい、非常に面白いです演奏しててよしじゃあ面白いさっきと同じです、はい、頑張ります、はい、いきます OK Yeah.
一度も成功しなかったんですけどね。ベトナムでは有名かもしれないですけど、日本ではこの曲知ってる人多分誰もいないと思います。はい。で、この度私がね、無理やりタオさんにお願いして、はい、歌っていただくっていう曲をもらってですね、今 YouTube っていうよりね、YouTube 便利なものがありますんで、YouTube のアドレスをね、このメンバーの皆さんにお願いします、やってくださいって言って、1週間練習しました。で、今日初めてみんなで合わせて、はい、最高ですね、はい、どうですか、歌ってみて、カラオケ以外は初めてですかね。じゃカラオケで何が送るやん。ベトナム語発想。ベトナムで。バンド。おお、いいですね。どうですか？日本人のバンドマン上手じゃないですか？イエーイ。無理やり言わせてますよね。はい。はい。ということでですね、カマウのおしゃれが行きました。次、ピケさん、俺の譜面ある？マジすか？そっちって言わない。なるほど。じゃあ次はですね、3枚、これ T ダメだ、これ2枚、3枚、Thank you.
次もう一方ですね、今日いろいろですね、今回のライブをやるにいただいて非常にご協力いただきました、札幌ベトナム人会の会長さんでいらっしゃいます鹿俣さんを紹介させていただきたいと思います。鹿俣さん、はいはい、どうぞこちらへ。もう札幌とベトナムをこうつなぐためには、あの入管よりもこの人を通さなきゃいけないっていう。札幌ベトナム交流会です。交流会ですね、はい、その他には札幌にはベトナム、札幌に在住しているベトナム人の方の札幌ベトナム人会っていうのがあります。それはベトナム人の会です。はい、はい、じゃあ最後のこの曲を紹介していただきたいと思います。ジャディン、ジャディン、ね、歌う方も紹介していただいていいですか。ジャディン、ジャディンをこれから演奏するんですけど、歌ってくれる方、歌える方3人くらいここに来て、最初にですね、うん、だからここで歌う人は2人か3人、ここでどなたか、はい、このジャディン、ジャディンってのは家族っていう意味の歌で、ベトナムの、あの家族を大事にし、日本人よりも家族を大事にするところがあります。で構成がもし違うかもしれないんで、もうトイレやって違ってるなと思ったら何か言いますから、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。自己紹介を、はい、あ、はじめまして、ベトナムから、参りまして、私、ウェン・バン・チョンと申します。まあ、こんなあの札幌来るのが今日は初めてなんですけど、皆さんあのお会いできてよかったかなと思いましたんで、ここでベトナム語で歌うのが、まあ、やっぱり私の誇りでございます。まあ、皆さんもベトナムのことについて、まあ、やっぱりいろんな、交流できると、まあ、幸いですけど、一度、まあ、機会あればベトナムの方ぜひいらっしゃってください。ぜひ、私たちも、大歓迎しますのでよろしくお願い申し上げます。すいません、ではこれからちょっとあの歌いますので、ちょっと懐かしの、あの歌なんだけど、まあ頑張りますね。はい、あの拍手お願いします。Quay về gia đình.
私もね、昔歌を歌ってたんですよ。ギターもね、弾けるんですよ。お姉ちゃん方はですね、今年、6月に来てですね、今年短かったんですよ、いろいろありまして。6月に日本に来て、11月の27日に、帰ってしまいます。まあいろいろありますけれども、多分日本に 2回目来ることっていうのはなかなか難しいんじゃないかと思います。まあ今はね、多分家族のこととかいろんな考えることあると思うんですけども、何かこうふと思い出した時にね、日本のことを思い出すこともあるんじゃないかななんて思います。ということで、英語の歌ですけど、思い出す Remember という曲をすいません、歌わせていただきます。これリハやってないけど。Remember。これ一度もリハーサルしてません。No。多分できます。いや、どうかな。頑張ってください。いきます。ワン、ツー、スリー、ツー、スリー、スリI'm gonna love you so